さあ今週も始まりましたザ・ヒット磯部君彦です。よろしくお願いします。そして今回の解説ですが、福本さん今日お休みのやして急遽この方に清水丸沢プロでございます、はい、よろしくお願いします。お願いします。もうあの福本さんの代わりに、遊びに来ました。遊びには来てないな、はい、よろしくお願いします、はい。今回水木さんでございます。村上春子さんとですね、福井県の敦賀沖でシーズンインしました、イカメダルに挑戦でます。イカの方は僕和歌山でこの釣り1回やったことあります。あ、そうですか、はい、そうするともうこれは安心でますね。じゃあ行きますよ。 VTR どうぞ。福井県敦賀にやってきました。今日はもう天気がすごく良くてめちゃめちゃ気持ちいいです。今日は村上春彦さんとイカ釣りということなんですが、イカはなんかちょっと久しぶりな気がしますね。いつもよく釣れるので今日も楽しい一日になるんじゃないかなと思います。頑張ります。はい、こちらの船だということで、村上さん、おーい、はい、開いた。おはようございます。早押しな。そんなとこに隠れて、もうみんな待ってるやん、はい今ちょっとバタバタ釣り竿を作ってるところ。お、はい、今日はイカ釣りということなんですが、はい、なんかね今年は、うん、はい、季節がずれ込んでて、はい、ヤリイカでスルメイカ、はい、赤イカなんだけど、はい、ヤリイカが遅くなってスルメイカいながら赤イカ入ってきたみたい、うんうん、あ、じゃあ全部釣れるんですか。そう、3種混合です。おお、これは楽しみですね、はい。で、竿をさ、これライトゲームオフショア2って言って、はい、今年に出るのね。なるほど。で、とりあえずこれ何でもロッドで当然イカもできます。はい。で、これがイカ専用と歌ってる歌ってるライトゲームオフショアイカメタルなんです。へー、イカメタルって書いたんだね。かっこいい。本当ですね、イカメタルって書いてます。で、これこの字が何ってなったら、はい、ちょっともう太いの分かるかな。ちょっと太いのね。確かに。これ先調子になってる。はい、うん、だから、こちらの方が硬いのね、はい、で硬くてそれイカメタル用にしたのは、普通イカメタルの竿で柔らかい竿がまあまあ結構あって、はい、まあ、それはあるしいいかなと、はい、でない竿を作ろうと思って、まああるかもしれないんだけど、うん、こういう硬い竿を作ってみた。へえ、はい、でじゃあこっちはイカメタル、はい、来たらあかんのかって言ったら全然いいん でこっちの方がもしかするとむしろ今回みたいな軽い釣ってをするならいいかもしれない。でまずは単体でド派手のピンクはまだ早いですか。作ってくださいよ。イカに聞いて、まだ早いですかって聞いたら、あ、全然聞いてみます。イカに聞いてみて。これ20、それ怒られんねんな。でも、あ、そうなんですか。いや、いいんやけど、それ新製品がねんな。あ、はい、これグローで、全グローってこの色、はい、で全グローってこの色やのに色塗ってもって営業マンに怒られるのがよくあることですよ。これ単体なんで、はい、水の中でイカが触ったら浮こうが沈めようが、はい、ちょっと横に引っ張るが全部刃先に出るの、うんうん、だからそれまず感じてもらって、はい、でドロッパーってあのいわゆるお助けつるつけてもらおうかなと。で僕はそのドロッパーを最初からやるんだけど、その理屈をちょっと伝えようかなと。リーダーがつくのね。そしたらここさあったかで向こうが引っ張ってるから分かれへんやん。これこうやってこう浮いたかって、うんうん、はい、当たりが分かれへん、はい、うん、当たりが分かれへんから勝手に連れてきたりするのね。これその代わりそいつが触ったら絶対分かるやん。さっき船長今日はそこでお願いしますっておっしゃってましたよね、うんうん、あ、特に明るいうちはそこやから。あ、そうなんですか。全部つきました。お、電気がつきましたね。いよいよ本番ですね。イカ釣りって一匹釣れたらこう次々釣れるイメージがあるので、ね、最初の一匹がすごい楽しみです。いつ来るかなってドキドキします。
てるのはしっかりとルアーを止めさせるためですか？そうそうそう、これ穂先見てたら、はい、穂先が下がりたがってるやん、はい、下がりたがってる時は下げたって。なるほど。上がりたがってくる時あるやん、こうやってふわーっと上がりたがってくる時は同じ曲がり方にしてたら、はい、結局止まってるはずやんか。これこうしてたら、はい、こうなるわけやん、はい、しなってます。また戻る、しなる、戻るになるやん、はい、これをこの角度のままにしてあったら基本的には動いてないはずやね。うん、止めてる時に食うから。あ、はい、うん、だからこうなってたらずっと見てはるやん、これ。なるほど。もう釣れるやろ。もう釣れますよね。もう釣れますよ。釣れます。よっしゃ、おめっちゃ上じゃないですか。そこが今 78m なのでかなり上ですね。よしよしよし。イカですよね。イカです。おで、これでドロッパーで食ってたら、はい、水木様もドロッパーにしよう。はい、この下やったらそのままにしといたらいい。わかりました。さあどうでしょう。下です。スルメ。来ました。麦イカ。これはさ、引くからおもろい。こいつガサツやしな。お、当たり来ました。何メートルで来たんですか？43メートル。やっぱり上なんですね。多分スルメやと思う。へー、村上さん連れてから結構40メートル付近でいろいろやってるんですけど、私は当たり来ません。今60メーター前かですね。60メーター、ちょっと上やな。でも結構釣れてる棚に差がありますね。そう、バラバラだからあんまり一応通しても惑わされんでと思う、はい、結局自分の見つけた棚じゃなくなっちゃうから、はい、わけわからんなる。ちょっと一番なんか今まででよく釣れてたんじゃないかなっていう緑と赤にしてみました。65メーター、今スルメですけど上がりましたね。おー、スルメ。おー、85メートル。おー、これやりちゃうか。すごい、今度はそこでボトムスレスレ、いいのが来るんじゃないですか。実際、あ、そうなんですか。バラバラやん。あ、上や上や。おー、でかい。イエーイ、ほんまもん。よし、ドロッパーやろう。ドロッパーできた。私もですか。わかりました。キビコできた。キビコで。オッケー。これは最先のスタートを切ってますよ、これは。そうですよね、大きいのも連れててすごい楽しそうですよね。ですよね、はい、これはなんかこう煽ってるだけだし、やっぱり竿先をきっちり見るとかいろいろなテクニックがあるんですよね。そうですよ、なんか村上さんの釣りを見てたらこうやっぱちゃんときっちり当たりをいろんな当たりが出てるみたいで、はい、やっぱそれを確実に合わせていって釣っていくっていう感じをしてるっぽいですよね、やっぱりね。ルアーなんかもきっちり止めたりしてね。そうですよね、エギとかステですかね、あれを止めたりとかしてやってましたよね、はい、まあ、そういう細かいテクニックの積み重ねで釣果の差が出てくると。そうですよね、はい。今日は泣いてるからでも当たり絶対取りやすい。私はキビコちゃん、二人のキビコちゃんでやりたいと思います。下の、鉛すって、はい、引きかけすってを止めると、はい、家もちゃんと止まってるから理想になるやん、はい、でこいつが一応市販されるモデルやねんか、この仕掛けが、はい、上が長いので枝数が、はい、で下が短いんやけど、こうすることで、はい、どっちがええかが全部わかるやん。調査もできると。そうそう、あ、ちゃうな、シマフグや。よっしゃー、来た。大金来た。いいの来た、いいの来た、いいの来たよ。お、来ました。いいの来たよ。よしよし、なんかテンション上がってきた。全然酔わないわ。ほら、グーグー行きよるもん。これ35センチ超えてる。そんなにあります？ある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 。わー、でかい。イエーイ、やった。いいサイズ。オッケー、
やった船長。よかった。なんかわからんけど釣れたわ。よかった。えいえい。両端で挟まれてるのに釣れない。おお。よし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 。当たり分からへんやっぱり。本当ですか。あ、今度はキビコちゃん。あ、ほんまもんやん。いや、届いて届いて。やっと。ご機嫌。ご満悦。いや、私も釣らないとダメですね。そろそろ。他の人ができなくて、僕だけできることをちょっとやってみようと。10号で20号やん。だからちっちゃな釣手をつけてみよう。ただ小さくしたら釣れるんかどうかはちょっと分かんないけど、バスでもそうやん、ちっちゃく釣るやん。でロッドがオプショアのイカメタル極難のプロト、柔らかいやつね。これでいきます。これ今10号×2にしてるから、あの20号と同じ速さで沈みそうでしょ。そうはならへん。15号の沈み方なんだけど、一旦沈むと20号の負荷でそこでステイしてくれるから、だからちっちゃなすってが深いところまで送り込める。この竿は独特なんで、独特な、あ、当たった。よし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 。あ、これスルメや、でかスルメ。よいしょよいしょ。そっち入れて。あ、来た来た来た、当たりましたよ今。あかんあかん、まかな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 、そう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 、緩めてあかんで。当たったのは分かったけど、いるかな。怪しいな。あ、いませんでした。いませんでしたね。一匹目ならず。ほんで、なんかおかしいな思うとするやん。はい。そしたら、その場所で、はい、あかんなと思ったら、ちょっと待っといて、もう一回落とすやん。はい。次は、すぐ当たりを取ろうとせんと、もう上げんです、じらすの。はい。じらす。だからもうおると思ってやらんだから、その時は。わかりました。それまではおるかどうかわからんから、ほら探っていくやんか、はい、こんなもんかなってずっとルーティンでやってて、はい、なんか違和感があったらそこを攻めに行くの。はい。うわ、難しいです。今日、あ、これは当たりだ。一番ギクシャクしたか、ギクシャクしない、はい、スムーズに一定のリズムで、はい、手首でまずこうやって竿が揺れないように、はい、そう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 、スムーズに。いるのかこれ。よっしゃ、あ、いたいた、よしよっしゃ、やっと釣れました。一杯目、嬉しい。一番そこで行きました。よかったよかった。でも本当当たり難しいです、わかんないです。あげたら重たかったって感じですか。そう、それの間が大事や。なるほど、キビコちゃんに来ました。おぉ、マナン、そこに乗ったね、気持ちよかったね。めっちゃ気持ちよかった今。ほら、ガサツなやつや、はい、でもね、当たりはこいつおもろいね、やっぱり。あの、ルアー好きやね。よいしょ。音が気持ちいいですね。
ぞ。おお、引くぞ。引く引く。お、50m、60m ぐらいな。お、見えた。おお、長い。リカスルメ。おお。よし。ひびこさんに。えい。まだね、こいつが未完成で、あの沈む力がないので、あのドロッパー用に作ってるんで。探してくださいね。今回はもう広い釣りやね。え、広い釣り、広い釣りね。ほんで僕なんかもう手を変え品を変えいろんなことやってるやん、はい、一番重要なのは今回は棚やね。棚、あの棚を合わせるんじゃなくて、うん、もう探す、ずっと探すのが結果的には、はい、なるほど。で一番無難なのはボトムなんだけど、はい、上げる時も下げる時も時間がかかるやん、はい、だから結局全部はあの探った方がいい感じがする。乗った？いやー、これもなんかポワポワなってたんで合わせてみたんですけど。え？それは乗ってるやろ。乗ってます。今何メーター？ 66。 乗ってんちゃう？お願いだから行ってほしい。あ、重い生き物、生命感。果たして乗ってる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 。あー、やったー、やりにいたや。いたー、ひびこちゃん、やりにいた。やったー。上もかかってたんじゃん。はい、やっと苦節何時間やっと2杯目嬉しすぎる。3種類全部釣れたね、これで2人で。これがやりにいた。頑張った、ここまで。よかったよかった。なんかいつものイカ釣りとは違って楽しいですね。楽しいんだ。これはこれで。だからあのパターン見つけすぎて、まあ、こうやって釣れるやろって分かりすぎんのも面白ないんだ、はい、すごいなんかゲームをしてる感じが。そうだね、すごくあります。うわー、来た来た。おー、おー、ラッシュか。おー、めっちゃ重いです。お、ゆっくり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 、ゆっくり、一定速、一定速、一定速。これは違います、さっきと全然違います。当たりあった？当たりなんかちょこ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 動いてる感じでもなんか言葉で言い表せない。だから違和感でしょ。違和感です。そんでね。お、いるいる、うん、お、ほんまもや、ほんまも。お、やった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 そっち好きやな、その君だごの方好きやな、ね、先ほどと同じこの色のきびこちゃんに来ました。重い。おお、おー、赤いか。よっしゃー、俺も水木様に。あれ、ピンク続いて釣れた。これもさっきのようなちょっと重みがありますね。だんだんイカの呼吸通ってきたね。で最後にちょっと通じ合ってきたかもしれないです。あ、今度上の方や。やっぱりキビコちゃん。あ、でかーい。ふだーん、釣れました。お見事。ラストギリギリ、多分さっきよりちょっと大きいような気がします。そうだからドロッパーがあると勝手に釣れる、はい、私はキビコちゃんの日でした。まあまあ、でもちゃんとアジャストしたね。はい、素晴らしい、最後。というわけでお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日もよく釣れましたね。最高ですね、うん、前半ねちょっと厳しかったんやけど、さすがの水木様。いやいや、うん、ちゃんとアジャストやね。素晴らしい。もうちょっとドキドキしてたんですけどね、はい、最後もうめちゃくちゃ釣れて、はい、キビコ良かったでしょ。キビコ良かったです、うん、オートマチックに釣れるんで。まあ今からもっと良くなると思うんで。おお、はい、楽しみですね。僕これぐらいでちょうどいいけど。もうちょっとかな、この倍釣れたら一番楽しい時かな。これからもっともっとたくさん大爆釣できるかもということ で、はい、ですね、はい、楽しみに。はい、また来ましょう。はい、
いや本当に厳しいというのがよく釣れてました。本当そうですよね、サイズもいいのが釣れてたりとかして、はい、楽しそうでしたね。本当ですよね、はい、もう行きたくなってきます本当にね。はい、で今回のヒットルアーのご紹介でございます。まずはこちら、番組もおなじみでございますね、鉛すって抜けがけすってです。独特の円筒形のボディが速い沈下速度を実現、また深場でも簡単に水平姿勢を作ることができます。そして小針単傘によりイカに警戒心を与えるので当たりが倍増します。さすがですね、すっごいことばってますね。ますね。そしてもう一つこちら、ドロッパーとして開発中のキビコです。キビナゴをイメージした見た目と海中でのバランスの良さを追求して、ボディに羽が4つついているのが特徴です。現在これも完成に向けて一生懸命開発中ということです。はい、さらに進化して出てくると違いますかね、これ。そうですよね、はい、で今回はね、やっぱり棚を探っていって、そのしっかり棚を見つけるっていうのが一つの超過上げるということですよね。あ、そうですね。なんか見てたらまだこうシーズンやったらこうガッとこう固まってるって言ってはったんですけど、はい、でもそれをやっぱりこうまだ走りやからっていうのが散らばってるのを、それをカウンターを見ながら何メーター何メーターとかっていうので、うまいことなんか釣っていってた感じですよね。でも今回本当にイカの会社とどうもありがとうございました。本当にイカだけに新しいところに手を伸ばしましたね。うまい。でもまだ森蔵さんの新しい一面見れましたよ。ヒットポイントがこちらでございます。どうぞ。さて今回のポイントはですね、まんべんなく棚を探って効率的にイカをゲットでよろしいでしょうか。村上さんが言ってたから多分間違いないと思います。わかりました。まあ、ロケはでも4月の末でしたから、シーズン的にはまだ始まったばかりということらしいですね。イカの数がそれほどまとまってなかったようです。そこでボトムから中層くらいまでを丁寧に探っていくと当たりが連発。難しいと言いながらもさすがの釣果となりました。本当どんな釣りでも本当に器用ですごいですよね。はい、いつも工夫されてますもんね。そうですよね、いつもなんかいろんな釣りやってますよね。はい、よく釣れました。この日本海のイカメタルゲームでございますけれども、今からまさに面白くなりますから行きたいもんですよ。これは本当に見てて久しぶりに行きたくなりました。一緒に行きましょう、はい、行きましょう行きましょう。はい、さて来週ですよこれ。はい、来週は僕です。やった。僕が、はい、愛媛県の金車湖に行ってきました。はい、そうですか、はい、じゃあ見どころをすいませんちょっと簡単に。見どころは内緒です。内緒かい。それではまあおそらくまた大きな大きな笑い声が金車湖に響いたと僕は思ってますよ。ということで来週までさようなら。ドクリアやね、ほんまに3メーターまで見えてる。全然この前とちゃうし。いきなりスピリングやね。来たんちゃいます。あ、当たった。すげえ引きますけど、全ライドリングですわ今日は。